はいどうも、お疲れ様です。今回のテーマは変わり目っていうことでね、お話ができるんじゃないかなと思います。え、12月30日、今日が最後の相場解説になりますね。何回更新できるでしょうか基本的にはこの一発だけだと思ってください。ただ、FX オリガルヒの皆様はこれが2回目の更新になってますので、今後の更新もお楽しみに。え、時間にして今6時5分でございます。えー、見ていただいてるのはね、 久しぶりにというか、本当は一週間に一回見ればいいんですけども、今日が最終日なんで、ちょっとウィークリーを見ていこうかなと思います。ウィークリーを変わり目というテーマで語るとすると、これはですね、今、右肩上がりでずっと来てるわけなんですけども、でも全部が右肩上がりじゃなくて、ここに変わり目が来てますよね。この大きな上髭。大きな上髭が高根県でポツンと一個だけ出るってことは、こっから転換を 指し示している暗示していることが多いんですけども今回はその通りですよね今下落に切り替わったところつまり転換したところなんですよそして高根県での転換ですけどもお話したようにヘッドショルダーが見て取れるということになりますね今ヘッドショルダーの肩が右側も左側も完成したところですよ今ネックライン上にいるんですよこっから左右対称に 下落していくかもしくはもうそんな段取り抜きにね一発でドーンといくか分かりませんけどもヘッドショルダーが完成して大きな下落に向かうまあそんなね形を暗示しております。これはもう十分納得いただけてるんではなかろうかと思いますけどもいかがでしょうかね。まあ、もちろんロシア・ウクライナ侵攻のその当時のここまで落ちるかどうか分かりませんけども、まあ、この辺りまではとりあえず来るんじゃないかなっていうふうに心づもりしております。 そういった形で新年は見ていくことになるということです。じゃあ次ですね。デイリーの方を見ていきます。デイリーは毎日見に来てください。ここでも転換がここに出てるのがわかります。正三角形っていうふうなね、三角形の形のことをお話しましたけども、まさにこんなことになってしまってますよね。まあ、つまりはね、全体的に見ると結局横ばいみたいに見えちゃうんですけども、ただ、えっ、ー、と、左半分は 上昇にトレンドがあり右半分はそれが転換して下降のトレンドになってしまったってことですこの1枚で2つの意味が読み取れるってことですよねさあじゃあ今後4時間はどういうふうになっていくんでしょうか4時間も転換があります大きく見るとねちょっと切れちゃってるんですけどもこっちの方向って上からこの辺りまで下がってきてるんですよそして 転換して横ばいのようになって材料でドーンと落ちた後今度ねトレンドを作ってますここにセカンダリートレンドってやつなんですけどもそれが今度終わって下落に向かっちゃってるつまりはもともとのトレンドの方向に戻っていくっていうことを暗示してますこの1枚の中にも転換が何度か起きてますよね上から下に降りてきた転換横ばいになって で、材料はまあ転換と呼んでいいのかどうか分かりませんけどもそこから半値戻しのようなトレンドを書いてきてやっぱりその半値戻しも終わってきてですねこのサポートラインにぶつかって下の方に向かっていったよってことですよねこういうふうに転換がいつ起きるのかってことを予測することは非常に困難ですけども目安としてはこういうふうなレジサポラインが引けてるかどうか補助線が正確に取れているかどうかってことになります でそれを裏付けてあ本当にその通りになったなと思ったらその方向についていくようなエントリーをすればリスクを減らしてリターンを大きく狙うことができるってことですねはいじゃあ最後1時間見ていきます1時間は昨日までは右肩上がり一方向だったんですけどもやっぱり転換が来てますよねえ多くはこのレンジオプションが引けたかどうかによるんですけどもぴたりここで 下に変わったでしょこの補助線がなかったらなんかここでなんかね方向が変わったよねじゃあここのポイントを覚えておいて今後使うかもしれないから横線をこっちに引いておこうかなぐらいになっちゃうんですけどももともとこれ半年前のレジサポラインですからねここもですよここも半年前のレジサポラインですよでこれが未だに使えるってところがこの補助線の正確さを表してるんじゃないですか結局この補助線を半年前2月に引いたってことはね もっと前か。だから半年じゃなくて。2月じゃないな。まあでも半年前ですね、えー。結局1年間お世話になったってことなんですよ。利益のためにこれを。だから1年間とか半年間使えるレジサポラインを弾ける人が、じゃあスキル的には高いんじゃないでしょうかってことはね、このオリガルヒーでお話しすることができたのは幸いでございます。で、転換して今、下がってますんで、あ、すいません。下がっていってしまってますね。で、今、ここを割って、 レジサプライン割っていますんで、これがそのまんま、下の方に向かっていくのか、それとも、いわゆるえぐれ状態で内側に戻っていくのか、もうしばらく検証しなくてはいけませんけども、今年最後の作業になります、これが。下の方に継続して向かっていって、えー、こちらのレンジをもうね、さよならしていくのか、新しいフェーズに入るのか、それとも、やっぱり、 レンジダイオプションに戻っていくのか。これを見極めて最後の1エントリーしていこうと思います。今日はそんな感じです。こちらお疲れ様でした。またの更新でお疲れ様です。FX の速化塾限定動画をご覧の皆様これでお別れかもしれません。よろしかったら FX オリガルヒにいらっしゃってください。あと1名でございます。